それでは、IT パスポートの過去問、問いの79番から85番まで解いていきたいと思います。問い79、流れ図で示す処理を終了したとき、X の値はどれかという質問になっています。まずはアルゴリズムの流れ図、フローチャートの中でどのような形で記述されるかのルールでいくと、開始と終了はこの、 丸囲,みの四角で囲まれる形になるのでこちらは既存のルールということでいいかなと思います。続いて x を98とする,とるので変数 x はまずは98が与えられています。続いて 変数 y は42とするとあるのでこちらも42としましょう今回変数は X と Y が与えられる形になりますそしてこの変数は常に処理が進んだ最新の情報が上書かれるような形になっていくのでこの X と y の箱をですね上書きながら処理の内容を一緒に見ていきたいと思いますそして続いてもまたフローチャートの読み解き方のルールですね 繰り返し処理は必ずこのごぼこっとした四角で囲んであげる形になるんですねなので繰り返し処理はここからここまでの中身は繰り返して処理しますよという形になりますそしていつまで繰り返すのか もう永久に終わらなかったら x の値求められなくなってしまうので終了条件が必ず与えられています今回で言うと注釈にもある通り x と y がイコールになった時が繰り返しの終了タイミングになるという形なのでその形で見ていってあげましょう。そして繰り返し処理の中にはこのようなダイヤの形で分岐の中身があるんですね。 この中身を見てみると、X と Y を比較してあげましょうという形で中身が記述されています。今回ですね、X が Y よりも大きい状態であれば、この下のピンクの処理に進みましょうというのが、この分岐で示されている内容です。もう一つ、X が Y 以下になった場合は、今度は、 こちら側ですねこの水色の処理に進んであげましょうという形になりますこれを繰り返していって x と y が最終的にはイコールの値になるまで繰り返してくださいというのがこの繰り返し処理の中身ということになりますそれでは早速与えられた変数を元にこの繰り返し処理の中身を見ていきましょうまずは1巡目ですね x と y を比較してあげます x が98 Y がが42とあるののでで明らかに X の方が大きいですよねなのでピンクの方の処理に進んであげると X-Y これが新たな X とあるのでこの計算結果を上書いてあげましょう計算するとこちらが56となりましたので X は最新情報ということでまずは56に値が変更になりましたではこの繰り返し処理の2巡目いきましょう もう一度 x と y を比べてあげます,56と42です比べてあげるとやはりまだ x の方が大きいのでピンクの方の処理に進みましょう5 6 4 2となりますのでこちらが14です、x、の最新の値はまた書き換えられて14となりました3順目いきましょう3順目今度は x と y が14と42ということで今度は Y の方が値が大きくなりましたね Y の方が X より大きいということであれば今度は水色の四角の処理に進んでいこうという形になるのでここでは Y-X がいくつかというのが今度は新たな Y となるとあります42-14ということで計算してあげると28です新しい Y の値は28になりましたので同様に新しい値を上書きしてあげます 4順目いきましょう。X と Y を比べてあげるとまた Y の方が大きいので2 8 4 1 4となるのでこちらが新しい Y の値ですね。なので書き換えてあげると Y が14になりました。ようやくですね X と Y がゴールになりましたのでこれによって繰り返しの処理の内容は終了するという形でこのフローチャート終わりました。 今回の問題は X の値はこの処理終了したときどれですかとあるので答えは X の値は14ということで E が正解となりました問い80番自動車などの移動体に搭載されたセンサーや表示機器を通信システムや情報システムと連動させて運転者への様々な情報をリアルタイムに提供することを可能にするものはどれかという質問です さあ、この問いの80番実は知らないと解けない問題なんですね答えは選択肢へのテレマティクスの説明が断れていたという形になりますテレマティクスについては電気通信と情報科学のテレコミュニケーションとインフォマティクスから作られた造語のこととなります自動車などの移動体つまり移動する 物体に対して利用すする通信システムのこととなります例えばカーナビと連動してリアルタイムな情報を提供するケースだったり緊急時などコールセンターとつながるようなシステムを組み込むといった時にテレマティクスという技術が利用されます。 今回ですねこの問いの80番は正直なところ IT パスポート試験の中ではかなりマイナーな知識なのでまあ正直取れなくても勘で当たったらいいなぐらいのレベルでいいかなと思っています。一方でですね先ほどの問い79番のアルゴリズムの問題は一見ややこしそうに見えるのですがアルゴリズムについて実は知識がなくてもですね 丁寧に読み解いていってあげると、もうなんか解けてしまう問題が問い79番だったりするので、こうパッと見でですね、問題を捨てずに、問い79番みたいなフローチャートの問題は頑張って読み解いて答えを導いてあげるということ。そして問い80番みたいにですね、どうしてもこれはわからないという時は、もう選択肢なので一旦まずは、 でチェックをつけてみてそこからですねまあ、時間が余ったらヒントになる手がかりを探して考えてみるといった形で問題を解いてみてもいいかなと思います問い81番 CPU の性能に関する記述のうち適切なものはどれか CPU についてどんな役割があるのかご存知ではないという方はこちらの動画でもですね詳しくコンピューターの5大装置についてご紹介をしていますのでぜひ見てみてください 選択肢を順番に見ていきましょう選択肢 A32bitCPU と 64bitCPU では 64bitCPU の方が一度に処理するデータ帳を大きくできるということでこちらはまず正解ですね同様のことは今ご紹介したこちらの動画でも詳しく説明していますので是非ご覧ください選択肢 ECPU 内のキャッシュメモリの容量は少ないほど CPU の処理速度が 向上するキャッシュメモリについては容量が多いほどアクセスする割合が上がるので処理速度は向上しますですのでこの部分がバツになるので選択肢「い」はツです。選択肢「う」同じ構造の CPU においてクロック周波数を下げると処理速度が向上するこちらも反対ですね。 クロック周波数は高ければ高いほど早い回転でですね、処理を進めてくれるので選択肢はバツとなります。選択肢 A。デュアルコア CPU とクワッドコア CPU では、デュアルコア CPU の方が同時に実行する処理の数を多くできる。こちらも誤りですね。デュアルは2を表す言葉。 クワッドコアのクワッドは4を表す言葉となりますので選択肢 A の「デュアルコアの方がたくさん処理できるとありますがクワッドコアの方がたくさん処理できますので、A、はとなります問82 A 社では従業員の利用者 ID とパスワードを用いて社内システムの利用者認証を行っている」。 セキュリティを強化するためにこのシステムに新たな認証機能を1つ追加することにした認証機能 A から C のうちこのシステムに追加することによって2要素認証になる機能だけ全て挙げたものはどれかという質問です2要素認証とは知っている、持っている、有しているのこの3つの要素のうちどれか2つが組み合わさっていれば OK という内容となっています 今回で言うと、ID とパスワードについては、知っているという要素になってくるので、持っている、有しているの、こちらどれか2つの内容に該当するものであれば、2要素認証が成立するという形になるので、どれが該当するのか見ていきたいと思います。というわけで、知っている、持っている、有しているとあったとき、今回、ID とパスワードは、 すでに「知っている」の1要素を満たしているのでこの2つの部分があるのかないのか見ていきたいと思います。まずは A です。A 社の従業員証として本人に支給している IC カードを読み取る認証 IC カードについては「持っている」の内容になりますので「知っている」と組み合わせて2要素認証が成立しています。 b あらかじめシステムに登録しておいた本人しか知らない秘密の質問に対する答えを入力させる認証今回 ID とパスワードで知っているを満たしていますが本人しか知らない秘密の質問はこちらも同じく知っているこの要素になってしまいますなので知っているの要素だけしか満たせていないので b は×となります C あらかじめシステムに登録しておいた本人の顔の特徴と認証時にカメラで読み取った顔の特徴を称号する認証こちらは「有ししててていいるるものにに対して要素を認証すす形になっています知っている」は ID パスワードで満たせていて「有している」こちらで2要素認証が成立している形になるので C も丸となります。 というわけで今回の答えは A と C であるこちら選択肢が正解となります。問い83データを行と列からなる表形式で表すデータベースのモデルはどれかという質問です。こちらは一発で取りたいですね。選択肢の関係モデルが正解となります。関係データベースというものがなぜ 関係ととつくのかといったところはこちらの動画でもご紹介しているののでで概要欄から見てみててみくださいいこの動画でも紹介しているように行と列というのは行横の行と列この縦の行でこの表形式の形で成立できているデータベースのことを関係データベースといったり関係モデルといったりするので知らなかった方は覚えておきましょう。問84 IoT 機器の記録装置としても用いられ記憶媒体が半導体でできており物理的な駆動機構を持たないのでハードディスクと比較して低消費電力で低衝撃性の高いものはどれかという説問になっています。さあハードディスクについてはこちらにあるようにですね時期を利用したデータ図の補助記憶装置です。 補助記憶装置について知らなかったという方はこちらの動画でもご紹介していますのでぜひ見てみてくださいこのハードディスクと対になる形でよく紹介されるものがこの SSD というもので半導体を使用した補助記憶装置となっています一般的にはハードディスクよりも性能がいいとされているのでハードディスクよりもかなりお高い価格設定にはなっているんですけれども 低消費電力だったり対衝撃性といった形で機器自体に負荷をかけることなく壊れづらいといった特徴もありますのでぜひこうしたところも押さえておきましょう答えは選択肢への SSD となります問85 情報セキュリティポリシーを基本方針対策基準実施手順の3つの文章で構成したときこれらに関する説明のうち適切なものはどれかという質問です情報セキュリティポリシーと言われたらこちらにあるピラミッドのような図これが思い浮かべられると良いかなと思います 企業の経営者が責任者となった時企業が取り組む情報セキュリティの方針について社内外に宣言すす。る文書のこととなります基本方針でですね全体の方針を決めたらそれをどのように実行するのか対策基準そして実際に運用する人手を動かす人たちがそれに沿って業務ができる状態を作るというのがこの情報セキュリティポリシーの考え方となります。 こう内容としては結構地味でこうなかなかねこう記憶に残りづらいんですけれども意外と IT パスポート試験にも出ているので知らなかった方は覚えておいていただきたいと思います選択肢「あ」「基本方針は対策基準や実施手順を定めるためのトップマネジメントの意思を示したものである」「こちらは正しい内容なので「A は丸となります。選択肢 実施手順は、基本方針と対策基準を定めるために実施した作業の手順を記録したものである。実施手順は、もちろん作業の手順を記録したものなんですが、どちらかというと、実際に手を動かす人がその通りに行いましょうねということになるので、いはばつとなります。この部分がばつということで、 選択肢う対策基準は ISMS に準拠した情報セキュリティポリシーを策定するための文書の基準を示したものである。ISMS 情報セキュリティマネジメントシステムのこちらの内容です ISMS と聞いた時に何のことだかわからない機密性、完全性、可用性のこの用語がパッと出てこなかったという方はこちらの動画もぜひチェックしてみてくださいもちろんですねここにある通り ISMS に準拠していることは当然なんですけれども内容としては基本方針で定めたことを落とし込んでいったものが この対策基準と言われるものになるのでこの基本方針をベースにということが適切な説明となってきますなので選択肢 U はバツとなります選択肢 A 対策基準は情報セキュリティ事故が発生した後の対策を実施手順よりも詳しく記述したものである 対策基準については実施手順が実際にですね運用で事故が起きないように手を動かす人たちが安全にマニュアル通りに行動すれば基本的には業務が回るように作られたものになりますので発生した後の対策のお話ではありません選択肢 A はバツとなりますというわけで今回も過去問動画お疲れ様でしたもうちょっとですねもうちょっとですねって何回言うたよって感じですけれどもあと3本ぐらいの動画でようやく令和4年の過去問が 終わるかなと思うので、えー、頑張りましょうそれでは最後までご視聴いただきありがとうございました次回も実りある隙間時間を過ごしましょう